はい。今回は宮古島ヘリコプター行方不明後に同じ方角で黒い煙を見たという違和感のある最近のニュース、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。少しですね、まだ喉の調子が悪いんでお聞きづらいところがありまして、えー、申し訳ございませんということですいません、ご了承いただければと思います。えー、こちらのですね、えー、内容は何回かお伝えさせていただいたんですが、 ま,あまた、あの、新しいニュースが出てきまして、まあ、最近のニュースっていうことなんですけど、まあ、かなりえおかしいところがあるわけですよ。まあ、違和感があると。で、まあ、僕は、あの、まあ、この件というのは、日本の創始国、アメリカ、あるいは米軍の関与が考えられると思っておりまして、まあ、そのように思う根拠もありますので、まあ、今回は、まあ、そちらの観点から、まあ、考えてお伝えしていきますので、今回もよろしくお願いいたします。 まずどういうニュースなのかっていう、まあ、ニュースの内容からね、えーまあ、お伝えしてで、まあ、解釈っていうことで、えー、お話ししていこうと、えー、思いますまず,まずはですね、えーまあ、その、まあ、ニュース自体も、まあ、ちょっと違和感があるんですよ陸上自衛隊幹部ら10人が搭乗していた UH60JA 多様とヘリコプター1機が 沖縄宮古島周辺で行方不明となっている事故で消息を絶ったとされている方角から黒い煙が上がるのを見たという複数の目撃情報が確認された目撃者はヘリは直接見ていないが黒い煙が上がっているのは確かにえ見えたと口を揃えているとでこの見た人は9人ぐらいでサーフィンをしているまあサーファーということなんですが黒い煙の高さは5 0ル 取るほどではなかったかというと50メートルぐらいだったみたいですねでまああの目撃情報の方角がヘリが消息を絶ったとされる海域とほぼ一致するっていうことなんでただこの黒い煙を見たっていうのは、えー、このヘリコプターが消えてから1時間ぐらいしてしてからなのかな 1>, 1時間あるいは 2, 2時間後ぐらいなんでこのレーダーからあのね、えー、消えたこととは差があってわからないことが多いとまあ、言っているっていうまあ、こういったニュースなんですよでこの <laughs> まあニュースを証言している、えー、発方の発言もやや疑問があるんですねおそらくですね、えー、まあ、僕は沖縄でないからわかりませんが距離的に近いところにいると思うんで陸地のそばにいれば、えー、見えていたと考えられるんですよ しかし本当のことを何か言えない事情か、まあ、何かがあって、まあ、このようにわからないことが多いとまあ言っているのかなと思います。でまあ,あのヘリコプターが消えた1時間後っていうことなんで、まあ、こちらの件に関してはいろんな憶測が出ておりね、まあ、ヘリコプターから何かが丸発したんじゃないかって言われてるんですが、えー、それに関しては僕はわからないです。わからないから何とも言えないしまあ丸発したっていう目撃情報があるみたいなんで、まあ、その可能性もあるのかなとは思うんですがそれ以上っていうのはわからない。 でその丸発したということからヘリコプターに何か仕掛けがされていた,いたんじゃないかとか細工されていたんじゃないかっていうことも言われてるけど、まあ、当然そういった可能性もあるけれど、まあ、それに関しては分からないからな何とも言えないわけですよ。で、えー、この件のです、ねえー、疑問なところがいくつもあるんですがまずそのうちの一つに、えー、この <laughs> まあ乗っていた方が10人いるんですがこの10人のです、ねえー、遺体が一、えー、つも見つかっていないんですよね。<laughs> なんで自衛隊の方の10人の遺体が全く見つからないっていうのが謎ですね。完全に消ええててるっっとはちょっと考えづらいんで何かかがあると考えらられれますただそれもわないで僕がこういうふうに考えられるっていうことなんでこれは僕の解釈ですよ。まあからないっていうけどこう考えられるんじゃないかと思いましてこのですねヘリコプターの中に、まあ、何かしらこの自衛隊とかの、まあ、重要なものとか、まあ、あの機密文書とかそういったものが入ってたんじゃないかと思うんですよ。 そうなると、このヘリコプターそのものを丸発させて、えー、まあ事故っていうことに見せて、す、ま、べ、あ、てそういったものを、まあ、証拠隠滅を図ったと考えられます。僕はそういうふうに思ってます。何が入ったかっていうのは一般人だから分かりませんが、そういったことは考えられると。 でこの日本の創始国アメリカ米軍の関与が疑われるっていうのがこういったところなんですが別に全くねわ、えー、からない話をでたらめで言ってるわけでもなくこういった内容なんで調べてみたんですよ何かなと思って気になるじゃないですかリスナー様も僕も気になるんで調べてみたんですがこのですね今回の消えたヘリコプター UH60JA 多用途ヘリコプターっていうのはもともとアメリカ製のヘリコプターでそれを日本が改良したみたいなんですね。 つまりアメリカが作ったものっていうことです。ベースがアメリカ製です。ベースがアメリカ製ということはアメリカが何かができるっていうことじゃないですか。この件の謎とされている、えー、まあ、レーダーが作動しなかったっていうことも、あるいは、えー、ね、えー、その <coughs> まあ、まあ、何かしら手を加えた電磁波の可能性とか、通信を意図的に遮断した可能性っていうのも。 作っているこのヘリコプターがアメリカ製ということであればアメリカの意のままにできる可能性があるあるいはですね、えー、通信を遮断する際に遠隔操作で何かをする可能性も可能です米軍であればアメリカが作ったヘリコプターであればその構,構成っていうか作りを分かっているんでそのようにできると僕は思いますそしてこの件をですね真相を分かかるるるには分かる手立てがあるんですよしかしそこには触れないんですね 触れられらなないいいいっていう言い方があ多分正しいんじゃないかと思ううんんでですすがどこかっていう話なんですよヘリコプターに乗っていた自衛隊の方が、えーまあ、消えるのかな消える直前2分前まで通信していたということなんですがなぜこの音声を出さないんでしょうか国民がですね、えー、何かがあって、えー、まずいんじゃないかって思ってるわけですよ。うん ね、その台湾有事だなんだかんだとかって言ってるんで、まあ、僕は台湾有事なんてのは起こらないと思ってますけどその日本の創始国のね、まあ、裏側の意図があると考えられますが国民が気になるわけじゃないですか別にあの僕がどうのこうの言うとかっていうわけではなく直前2分前までヘリコプターに乗って通信していたんですよなんでその音声出さないんでしょうかね出せない理由があると思うんですよ公表できない理由 つまりこの件っていうのは日本の創始国アメリカあるいは米軍の関与が何かしらの形でかなり疑われる、えー、件,件,件だと思いますだから触れられないからららななないいいかかわっていうことなんですよね、うん、だから別にねネズミ国がとかっていうんですけどネズミ国関係ないですからネズミ国関係あるんだったら、うん、じゃあこの2分前の,あの通信音声出せばいいじゃないですかネズミ国は全く関係ないんですよ これっていうのはネズミ国の関係があるように見せかけた日本の宗主国アメリカあるいは米軍の関与が疑われる件であるっていうことが今回のこの件からも分かるっていうことです。この件ですね非常に注目もされており まあ、違和感がある最近のニュースっていうことなんで、まあ、ちょっとまあ、僕にわかる限りのところをお話しさせていただきました。リスナー様の何かしら一つでも参考になっていただける点があれば何よりですということで、えー、ちょっとですね、喉の調子が悪いんでお聞きづらい点がありまして、申し訳ございませんということで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。